こんにちは、柳田理香の1日1価格。ヒートテックやヒートファクトという商品名で、着ていると暖かくなる服や下着がありますよね。着ているだけなのになぜ暖かくなるのでしょうか。これらの衣服は吸湿発熱繊維という糸でできています。自然界には水と混ざったり水が染み込んだりすると熱を出すものがあります。ちょっと実験してみましょう。この実験は危ないので皆さんは絶対にやらないでくださいね。試験管に入っているのは生石灰という物質です。今温度は25度になっています。ここに水を入れると、はい、沸騰して温度がどんどん上がっていきますね。生石灰ほどではありませんが、吸湿発熱繊維も水を吸い込むと温度が上がります。これでできた服を着ていると、皮膚から出た汗や水蒸気を吸い込んで暖かくなるわけですね。今日の1日1価格。吸湿発熱繊維は水を吸収すると熱を出す。人間が着ることによって初めて暖かくなるわけですね。また明日。